ントプレゼンツ、ポップコーン、ポップコーンフライデー。 K-POP アイドル応援アプリアイドルチャンプの提供でお送りします。こんばんは、 AKB48 本田ひとみです。今日から始まる新番組、アイドルチャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー。この番組はアプリアイドルチャンプの投票機能と連動した K-POP のオリジナルチャートをランキング形式でお届けしていきます。さらに注目の K-POP アーティスト情報も紹介。ちなみにポップコーンとは POPK と書いてポップコーンなんですが、番組ハッシュタグはカタカナでポップコーンをつけて SNS への投稿もお願いします。そして番組公式ツイッターもありますので、こちらもぜひフォローしてください。それではご挨拶代わりに早速1曲、私も所属していたアイズワンの曲の中からですね、私が作詞をさせていただいた曲をかけたいと思います。アイズワンでメリーゴーランド。メリーゴーランドです。さて今は AKB48 として活動している私本田仁美ですが、一昨年の春までの2年6ヶ月はアイズワンのメンバーとして韓国で生活をしていましたね。今日本に帰ってきてからも K-POP たくさん聴いています。一緒に活動していたメンバーが今も韓国で大活躍していますが、 IVE だったりルセラフィムの曲も今後ランキングに入ってくるのかもしれませんね。すごく楽しみです。ということでここからはアイドルチャンプ This Week's Top 10、アプリアイドルチャンプの投票機能と連動した K-POP のオリジナルチャートをお届けします。皆さんアプリアイドルチャンプってご存知ですか？アプリを開くとですね、この番組専用の投票ページもあって、あなたの1票でランキングの結果が変わる可能性もあるんです。私も先ほど投票してみましたね。今私が投票したのが次回のランキングに反映されるってことですよね。ちょっと楽しみです。それではアイドルチャンプ This Week's Top 10、最新4月2日付のランキングです。まずは第10位から。第10位、シジミは1996年リリースの名曲をリメイクした NCT ドリームのキャンディーです。今もう SNS で話題ですよね。第9位、クグミ。
第9位は3ピースバンドセソニョンのギターボーカルソユンのソロナンバースモークスプライトフィーチャリング RM オブ BTS。 第8位パリー。그냥불러봐에요우리처럼놀아여기가바하라싫은사람第8位はアルファベットで NCT に数字で127と書いて NCT リチルの AYO。 127は韓国ソウルの経度に由来しています。第7位チリは G アイドルのヌード。ミュージックビデオにはマリリン・モンローをオマージュしたシーンもあります。第6位ユミ。第6位は BTS ジミン初めての公式ソロアルバム Face より Set Me Free Part 2でした。さて10位から6位までまとめてお届けしましたが、私も普段から聴いてる曲がたくさんランクインしてましたね。例えば NCT ドリームのキャンディーだったり G アイドルのヌードは本当に私もよく聴いています。それではアイドルジャンプ This Week's Top 10、続いて第5位の発表です。第5位第5位は J-HOPE の On the Street with J. Cole です。BTS の J-HOPE さんが全世界のファンを思い浮かべながら作詞作曲したという楽曲なんですが、 J. Cole さんは J-HOPE さんにとって音楽活動を始めた時に最初に聴いたアーティストなんだそうですね。 J. Cole と J-HOPE ちょっと似てますけど、言い間違いに注意が必要ですね。それでは第4位に行きましょう。第4位サミセブンティーンのスンガン&ドギョン&星によるスペシャルユニットプソクスンのファイティンヘアジフィーチャリングイ・ヨンジです。こちらの楽曲は韓国の女性ラッパーイ・ヨンジさんとのコラボ曲になっていて、ちなみにこのプソクスン BSS というユニット名は3人の本名から一文字ずつ取って名付けられたそうなんです。それではベスト3に突入。まずは第3位です。第3位サミー。心臓かけねけろ Moving on my way Why do I keep getting attracted 자소가찡끌려가 I cannot explain this reaction 이거밖에 1, 4, 3. Why do I keep getting attracted 네모습만떠올라 I cannot explain this emotion 1, 4, 3.第3位はストレイキッズのケース143です。実は先ほど4位で紹介したブソクスンのファイティンヘアジとこの曲、私 TikTok でもチャレンジをしていて踊ってみました。結構再生回数も回ってたくさんの方に見ていただけたんじゃないかなと思いますね。この143、数字の143と書いて I love you を意味しているそうなんです。こちらのミュージックビデオは YouTube ですでに1億回再生を
突破しています。すごい人気の曲ですよね。それでは残り2曲、第2位は、第2位イーイミBTS のジョングクのドリーマーズフィーチャリングファード・アルクバイシです。カタールの歌手ファード・アルクバイシさんとのコラボ曲、こちら FIFA ワールドカップカタール2022のテーマ曲で、2人は開会式にも登場しました。ねえ、ワールドカップの曲ってすごいですよね。いつか開会式で、いや歌えるくらいちょっと歌を私もちょっと上達できるように頑張りたいと思いますそれではアイドルジャンプ This Week's Top 10、今週の第1位は、第1位イリー、カンダニエルでニルバーナフィーチャリング PH1& リーデムボーイズ。アイドルジャンプ This Week's Top 10、 今週の第1位、カンダニエルのニルバーナフィーチャリング PH1& ウィーデムボーイズ。韓国読みだとノバナです。カンダニエルさんはオーディション番組を経てデビューしたワナワンの元メンバーで、去年はドラマ君と僕の警察学校に主演として出演して俳優デビューも果たしました。アイドルだけではなくて、こう演技のお仕事もされてて、今後もしかしたら韓国のドラマでたくさん見かけることがあるかもしれませんね。今後の活躍にも期待です。皆さん、たくさんの投票ありがとうございました。以上、アイドルジャンプ This Week's Top 10でした。アイドルジャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー、アイドルジャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー、アイドルキャンプピックアップアーティスト。
京 FM アイドルチャンププレゼンツポップコントップ10フライデー、略してポップコン。続いてはアイドルチャンプピックアップアーティストということで、番組1回目にして今注目の K-POP グループからコメントが届いているようです。それでは聞いてみましょう。アイドルチャンプユーザーの皆さん、ポップコントップ10フライデーのリスナーの皆さん、そして本田ひとみさん、こんばんは。バーチャルナンバー、こんにちは、シークレットナンバーです。番組スタートおめでとうございます。おめでとうございます。それでは一人ずつ自己紹介をしていきたいと思います。私は日本人メンバーのレアです。私は爽やかなメインボーカルミンジです。私はシークレットナンバーのピンクプリンセスジーニーです。こんにちは、私はシークレットナンバーの末子ジュです。はじめまして、私はシークレットナンバーのメインダンサーティッタです。私はスタンです。よろしくお願いします。私たちはデジタルシングル Like It Like It で3月に日本デビューしました。わー、そして今日本に来たじゃないですか、はい、なんか食べてきましたよ。何食べてきましたか？お寿司食べました。美味しかったね。美味しかったですよね。好きなお寿司なんかありますか？エビです。エビ、はい。サーモンも。サーモンも好き、はい、サーモン。卵は卵。あ、ディタ卵大好きだよねそんな感じでね、みんな私たち日本に来るのが本当に楽しみだったんですよ。そして一番重要なことが今日あるじゃないですか、ジニさん。はい、7時半から日本でファンミーティングがあります。今からでも皆さん来てください。シークレットナムのサイトもチェックしてください。早く会いたいです。日本デビューを記念して来日中ということで、ぜひ番組にもお邪魔したいと思ってます。本田ひとみさん、来週会いに行きますね。会いたいです。リスナーの皆さんも待っていてくださいたくさん聞いてください。私たちの Like It Like It もランクインしたいです。おー、そしてそんな Like It Like It デビュー曲は中毒性のあるダンスナンバーです。好きな気持ちをペートンするってことをカードゲームに比喩した曲になっています。それでは聞いてください。Like It Like It。Hi, what's up? Where going? Hey, what? Why don't you hang out? Maybe you can have a good day. Come on, hurry up, hurry up. You must. Bet on, you just like a red witch like. Let's go all in, chips all bets on. もっと大胆に攻めてみて Show you A to Z. Like a man.シークレットナンバーの日本デビュー曲 Like It Like It です。いやー、皆さんコメントいただきましたけど、本当に日本語上手ですよね。ね、お寿司の話してましたよね。可愛かった。卵好きって言ってたり、サーモンもね美味しいですよね。ちなみに私の好きなお寿司はですね、アナゴがもう幼稚園の時から大好きでございます。お寿司久しぶりに食べたくなっちゃいました。この Like It Like It はTikTok でなんと5000万再生超えということで、本当に話題の曲なんですよね。そしてなんとなんと、シークレットナンバーのメンバーが次回このスタジオにやってきてくれるということで、いやー、番組2回目でゲストの方が来てくれるなんてちょっとドキドキしちゃいますね、緊張せずに楽しく話せたらいいなと思います。シークレットナンバーの皆さん、コメントありがとうございました。アイドルジャンププレゼンツポップコントップ10フライデー。
シャーププレゼンツポップコーントップ10フライデー、東京 FM アイドルジャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー、アプリアイドルジャンプの投票機能と連動したランキングなどお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。番組1回目ということで、本当にあっという間に時間が過ぎてしまいましたね。少し緊張してちょっとカミカミだったり、ね、イントネーションがちょっと不安定だったかもしれませんが、回を重ねていくごとにレベルアップしていけたらと思います。さあ、投票は毎週実施、そしてその結果はこの番組で発表となります。あなたの1票で来週のランキングが変わるかもしれません。気になった方は番組ホームページをチェック、またはアプリストアからアイドルジャンプを検索してみてください。そして1ヶ月間の投票数が多かった楽曲は Spotify の番組ソングリストでもお楽しみいただけるようになります。ぜひ気軽にご参加ください。そして番組ではお聞きの皆さんからのメッセージも募集しています。私本田ひとみへの質問やおすすめの K-POP アーティスト情報、 K-POP アーティストへの応援メッセージなどなど、番組ホームページのメッセージフォームから送れるようになっています。いただいたメッセージは放送後オーディと Spotify で配信されるアフタートークで紹介します。ぜひ私本田ひとみのアフタートークもお楽しみください。それでは次回のランキングもお楽しみに。 AKB48 本田ひとみでした。この後のアフタートークでもお会いしましょう。アンニョーン。